ください。ランナーが左を旋回しました。あなたの携帯電話、何ですか？何ですか？午後1時15分現在の道路情報をお知らせします。東京方向へ走行中の方へのお知らせです。渋滞情報です。およそ80キロ先の小中駅道、水上カウンターの袋先の先頭に広く広がる交通中心に乗って渋滞しています。渋滞の中や後ろでは、スピード速度が起きやすいので、慎重な運転を心がけてください。まず、インターの出口付近や料金所の手前などでは、車の流れが悪くなり、渋滞することがあります。渋滞を見つけたら、ハザードランプで後続車に合図を送りながら、ゆっくりと減速し走行してください。ハイウェイラジオ、吹き旅を紹介しました。あなたの信号線は、何ですか？東日本。午後、15分現在の道路情報をお知らせします。東京方向へ、走行中の方へのお知らせです。渋滞情報です。およそ80キロ先の昇進駅道、藤岡インターの6キロ先の先頭に4キロほど、交通中心により渋滞しています。渋滞の中や後ろでは、急速事故が起きやすいので、慎重な運転を心がけてください。さて、インターの出口付近や、昇進所の手前などでは、車の流れが悪くなり、渋滞することがあります。渋滞を見つけたら、ハザードランプで後続車にワイプを送りながら、減速し走行してください。ハイウェイラジオ、吹き旅をご紹介しました。あなたの携帯電話、何ですか？何ですか？午後1時15分現在の道路情報をお知らせします。東京方向へ走行中の方へのお知らせです。渋滞情報です。およそ80キロ先の昇進駅道、藤岡インターの袋先の先頭に1キロほど、交通中心により渋滞しています。渋滞の中や後ろでは、追突事故が起きやすいので、慎重な運転を心がけてください。さて、インターの出口付近や料金所の手前などでは、車の流れが悪くなり、渋滞することがあります。渋滞を見つけたら、ハザードランプで後続車にライトを送りながら、ゆっくりと減速し走行してください。ハイウェイラジオ、吹き旅をご紹介しました。あなたの携帯電話、何ですか？何ですか？午後1時15分現在の道路情報をお知らせします。東京方向へ、走行中の方へのお知らせです。渋滞情報です。およそ80キロ先の昇進駅道、藤岡インターの6キロ先を先頭に6キロほど、交通中心により渋滞しています。渋滞の中や後ろでは、追突事故が起きやすいので、慎重な運転を心がけてください。
ミクロ先を先頭にミクロとの交通通信によって巡回しています。渋滞の中やこちらでは水道事故が起きやすいので慎重な運転を心がけてください。さて、道路の右側にある白または緑の表示板の数字は道路の地点からの距離を表す白ポット表示です。お客様が自分の現在位置を確認するのにご利用いただけます。ハイウェイラジオ、口旅をお伝えしました。